デブラ・ファレンティノは、アメリカ合衆国のモデル、女優。本名は、デボラ・マローニー。カリフォルニア州、ルーカス・バリー・マリンウッドに生まれる。ミラークリーク中学校、そして、サン・ラファエルのテラ・リンダ高校を卒業。サンノゼ州立大学に入学。後に、UCLA に転籍する。その後、フォードモデル事務所に所属、女優となる。ファレンティノは、 1982年から女優業を続けているが、それは CBS テレビの昼ドラ、キャピトルに出演したことがきっかけだった。以来、多数の映画、テレビショーに出演、フーパーマン、ピンクパンサーの息子などにも出演している。出演した連続ドラマには、NYPD ブルー、新アウターリミッツ、犯罪捜査官ネイビーファイル、CSI、マイアミなどがある。 ファレンティノが演じた役柄で最も知られているのは NBC テレビで放映されたものの短命に終わったアース二のデボン・アデールであろう。新しいところでは ABC テレビのワイルドファイアのイザベル・マティア・パリス役、またサイハイチャンネルで放映されたユーリカ事件です。カーターンカンのビバリー・バーロー役がある。私の年で私みたいにいろんな番組に出演して、 それで大当たりしなかった人なんかいないんじゃないかしら。そんな経歴を見たら、私のことを使うのを止めようっていう気持ちになるんじゃないかって思うでしょうけど、自分ではうまくいっていると思うわ。というのもこれまでにも仕事はたくさん来たし、レッテルを貼られているわけではないから。多分、この一シーズンに何かある。それで何か出てくるんじゃないかって。ファレンティノは、1995年に、ピープルで、 世界で最も美しい50人に選ばれている。4度結婚しているのだが、2番目の夫だった俳優、ジェームズ・ファレンティノの性を使っている。ありがとうございます。